タマモストロングは日本の競争馬。カチクラに2000年マーチステークスなどダートの重賞を4勝。1989年エリザベス女王杯優勝馬サンドピアリスの代表3区。母同様に吉永忍旧社管理馬として1999年デビュー。初勝利こそ芝で挙げるも、以降成績が頭打ち状態となり、ダートへ路線転換となる。 これが功を創始500万条件から一気に7連勝を記録、7連勝目となった2000年マーチステークスでは、重傷未出走馬ながら、トップハンデを課せられるもこれを問題にせず3馬審査の圧勝劇となった。さらに放牧を挟み秋には、白山大商店、桜んぼ記念を、それぞれ一番人気に応え解消と2000年は飛躍の一年となった。 なお休養中である8月16日に、吉永忍長京師病死に伴い河村義彦、旧社へ一時的に、天馬屋、さらに同年11月21日に、佐藤正夫旧社へ、天馬屋とこの年に二度の天馬屋を行っている。翌2001年には、柏記念も生死四つ目の重賞タイトルを獲得し、ダート重賞戦線を賑わせた同馬であるが、GI 競争においては、 勝ち負けまでに持ち込めず、安状を、主戦、小池隆夫から横山の博へ、スイッチさせる手こ入れも試みられたが成果はなく川崎、記念5着が最高成績となっている。最後は、休養明け初戦となる2002年9月の、日本テレビ杯にてレース中に故障を発症、人体不全断裂により、競争能力喪失と診断され同レースを最後に、現役引退となった。 引退後は、種ボバとしてのオファーはなく、虚勢され北海道新日高町の日本、京手は協会にて、生産育成研修用の乗馬として、繋ぎをされている。ありがとうございます。